よし。完璧だ。あれは、あの時のハリネズミか。この時見つけたぜ、この偽物野郎。偽物？フェイクは君の方じゃないのか。いや、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎる。言わせておけば。今度は逃がさないぜ、この偽物め。やるな。一体何者なんだ。まさかここまでのやつとは。悪い、君と遊んでいる時間はない。シャドウ、何をしておる。早くせんと貴様も島ごと吹き飛んでしまうぞ。なんだって。シャドウはあの星が好きなんだね。プロフェッサーは自分の研究をあそこにいる人間のためだって言ってる。科学の力でみんなを幸せにする、それが自分の生きがいだって。シャドウ、マリア、僕には見つからない。僕が生まれた理由、僕は何のために生まれ何をすればいいのか。いつかあの星に行けばそれが見つかるんだろうか。マリア。何黄昏てんのよ。正直意外だったわ。まさかあんたが助けに来てくれるとはね。でもあんたのカオスコントロールってやつ本当便利よね。別にお前を助けたかったわけじゃない。カオスエメラルドのためだ。あらら、素直じゃないわね。準備ができたぞ。大丈夫なの？カオスエメラルドは全部合わせてもまだ6つしかないんじゃない？デモンストレーションをする分には問題ない。さあ、パーティーを始める。わしの名はドクター・エッグマン。人類史上初めて全世界の支配者となる人間じゃ。偉大なる帝国の開幕セレモニー、心して見るがいい。
何カリカリしてんのよ。いやでもすごいわね。地上の様子調べてみたけど、そりゃもう大騒ぎよ。これで世界征服完了ってわけ？今のままではキャノンの充填に時間がかかりすぎる。実用兵器としての性能を期待するなら、7つのカオスエメラルドは絶対に必要だ。今までどこをほっつき歩いとったんじゃ。なんかあったの？政府との交渉が失敗したのさ。やだやだ、中年男のヒステリーなんて最悪。貴様、自分の役目を忘れたわけではあるまいな。カオスエメラルドの情報はどうしたんじゃい？はい、見つけてきました。なぜそれを早く言わん？なになに？ミサイル落下事件の恐怖からスペーションスクエアを救った町の英雄テイルスことマイルス・パウアー君に警視総監賞。町からは感謝の印として巨大な宝石カオスエメラルドが贈られた。とにかくそうと分かれば話は早い。早速地上に降りて奴らを追跡じゃ。だってさ、いよいよ。まあ、10時より定時連絡。現時点ではまだこちらのシャドウが本物の究極生命体であるかどうか判断しかねます。プロジェクトシャドウについての調査は現状のまま継続。成功報酬の宝石お忘れなく。エメラルド反応発見。キツネちゃん待ってなさい。